て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回からは仮面ライダー勇気についての動画となります。勇気はどんな作品なんだ？作品を表す言葉として、戦わなければ生き残れないというフレーズが有名ですね。なんか聞いたことがあるフレーズだぜ。この作品は13人の仮面ライダーが、己の望みを叶えるためにライダー同士の潰し合い、バトルロイヤルに参加し、最終的に勝ち残った一人の願いが叶えられる、という割とハードなテーマの作品です。自分の利益のために、他者を蹴落とさなきゃいけないのか。一度仮面ライダーとなった者は、どんな理由でなったとしても、死ぬまでライダーとして戦い続けなければ生き残ることができないので、脱落は死を意味しますね。テーマが重すぎるぜ。てか、今放送してる仮面ライダーギーツにちょっと似てる気がするな。そうなんですよね。公式もわかっているからこそ、YouTube で勇気の配信をスタートさせていますし。さて、そんな仮面ライダー勇気の主役ライダーは、主人公である見習い記者の木戸真嗣が、こちらの勇気のカードデッキと V バックルで変身する。変身。でおなじみの仮面ライダー勇気です。顔面が剣道の面みたいだぜ。この仮面ライダーのシステムは、バトルロイヤルの開催者である神崎史郎が開発しました。仮面ライダーになることで、彼らは鏡の中の異世界、ミラーワールドに行くことが可能になります。勇気の世界にはそんな異世界があるんだな。ミラーワールドにはミラーモンスターと呼ばれる生物が生息しており、他のモンスターや人間を捕食することで生活しています。人を襲うのか。ただし、ミラーモンスターは現実の世界では長時間活動できないため、狩りを行うわずかな時間だけ現実世界に現れる、または人間をミラーワールドに引きずり込むことで捕食しています。いきなり異世界から命を狙われたら対処できないぜ。逆に人間はミラーワールドで長時間活動はできないので、引きずり込まれた後運よくモンスターから逃げられても、1分も持たずに自然消滅してしまいます。ミラーワールドは人間のいるべき場所じゃないんだな。仮面ライダーたちはミラーモンスターと契約することで、ミラーワールド内での活動時間を9分55秒まで延長するほか、契約したモンスターから様々な恩恵を受けることが可能です。変身時間に制限があるって、なんかウルトラマンみたいだぜ。逆にモンスターたちと同様に、仮面ライダーは現実世界では長時間活動できないため、ミラーワールドに入ってライダー同士でのバトルを行っています。現実の世界で戦えない仮面ライダーって珍しいぜ。エグゼイドなんかは、一見現実世界で戦ってるように見えて、実はゲームエリア内で戦ってますが、それでも基本的には現実世界で戦うライダーがほとんどですよね。さて、主人公のシンジは、ミラーモンスターに襲われている人々を救うため、そして命の奪い合いというライダーバトルを止めるために仮面ライダーに変身し、戦うことになります。なるほど、主人公は私利私欲のためじゃなくて正義感のためにライダーバトルに参加したのか。偶然カードデッキを手に入れて、成り行き上参加した形になりますけどね。それでも、何でも願いが叶うってなったら、私利私欲に走る人が多いと思うぜ。さて、契約したモンスターから得られる恩恵というのがこちらのアドベントカード。このカードを各ライダーが持つバイザーにベントインすることで、武器の生成やモンスターの召喚、特殊能力や必殺技の発動など様々な効果が発動します。勇気はカードバトルものだったのか？放映当時の少し前の時期から、いろいろなトレーディングカードゲームが流行ってましたからね。流行りに乗るのがうまいぜ。勇気の場合はサワンに装着されたガントレット型の召喚機、ドラグバイザーをスライドさせ、内部のカードスロットにカードを装填、再びスライドさせることで能力が発揮されます。カード入れ遊び楽しそうだぜ。勇気の持つアドベントカードは全部で5種類です。まずはアドベント。こちらは全ライダーが所持している、モンスターとの契約の証でもあり、このカードを紛失した場合は、契約破棄となります。契約が破棄されるとどうなるんだ？仮面ライダーとしての力を失ったブランク体と呼ばれる状態になり、とても弱くなります。ちなみにカードデッキ自体を破壊されても契約破棄となり、この場合は人間に戻ってしまいます。仮面ライダーとして戦うための肝心なカードだぜ。
また、このカードをベントインすると契約モンスターを召喚することが可能で、モンスターに戦わせたり、連携攻撃を行ったりすることができます。召喚魔法でもあるんだな。劇中では割とポンポン使われていますが、召喚したモンスターを倒されてもカードがなくなるので、僕なら怖くてなかなか使えないですね。それは怖がりすぎだと思うぜ。龍騎が契約しているのは、数多く存在するミラーモンスターの中でも非常に強力な力を持つドラグレッダー。攻撃力を表す数値、AP も5000となっています。モンスターに攻撃力の数値がついてるとヴァンガードやデュエマっぽいぜ。続いてソードベント。ドラグレッダーの王も下ドラグセイバーと呼ばれる剣を召喚して装備します。龍騎の手持ち剣はショートソードなんだな。この刃の切れ味は厚さ40センチの鋼鉄すら切り裂くほどに鋭く、AP は2000となっています。めちゃめちゃ鋭いぜ。続いてストライクベント。ドラグレッダーの頭部を模した手甲型の打撃武器、ドラグクローを召喚し、龍騎の右腕に装備させます。ナックル系の武器かな？パンチの威力を上げることも可能ですが、劇中では主にドラグクローを標的に向けて構えることで、召喚されたドラグレッダーから5000度の火球を浴びせる必殺技ドラグクローファイヤーを発動することが多かったですね。必殺シュート用のカードなんだぜ。ちなみにこちらも AP は2000となっています。続いてガードベント。ドラグレッダーの腹部及び脚部を模した強固な盾、ドラグシールドを同時に2枚まで召喚し、龍騎に装備させます。シールドも持ってるのか。手に持って攻撃を跳ね返すだけでなく、肩にマウントさせることも可能で、その場合は手に武器を持つこともできます。手は空いてた方が都合が良いもんな。防御力を表す数値、GP は2000となっています。基本的に龍騎は2000が標準なんだな。最後に紹介するのはファイナルベント。龍騎の必殺技ドラゴンライダーキックを発動させるためのカードです。発動後は召喚されたドラグレッダーと共に空高くジャンプした後空中で霧もみ回転しながらキックポーズを取ると同時に、龍騎の背後からドラグレッダーが火炎攻撃を放射、燃え盛る炎をまといながら、凄まじい破壊力の急降下キックを繰り出します。まさに必殺技って感じだぜ。攻撃力は 6000AP となっています。ちなみに全ライダー共通ですがカードデッキさえあれば誰でも変身可能なので、神事でなくても龍騎になることができますし、逆に神事が別のライダーに変身することも可能です。じゃあ誰かに龍騎を譲渡したり、ライダー同士の戦いを止めるためにデッキを奪うこともできるのか。まあ、それをしてしまうと本人に戦う意思がないということでモンスターとの契約違反となり、元契約モンスターに餌として食べられてしまうんですが、ライダー同士の戦いを止めるのは一筋縄ではいかなさそうだぜ。そもそもライダーの大半は命がけの戦いを制してでも叶えたい願いを持っているので、戦いをやめる理由がないですからね。主人公だけが稀有な例なのか。その主人公に感化されるライダーも何人か出てきますが、そううまくはいかないんですよね。戦いを止めちゃったら、番組的にもお話が続かないしな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。